ょっとまあ行ってみましょうか。すごい、すごいでしょ。いろんなバイクがあったりして、俺もそうっすね。俺もダイス。そうですね。いいですね。あ、ここにはあれが。横浜で、旧車のバイクショップやってる KMD さんっていうバイク屋さんですね。はい。はい、これもちょっとですね、いろいろバイク紹介していきましょうか。GS です。GS だったりとか。これもかっこいいっすね。かっこいい、かっこいいっすね。ここはね、ヨンハーもいいじゃないですか。自分もこのヨンハー今組んでもらってて、まあ、自分なんか本当に似てるような仕様なんで、はい、今度ね、KMD さんに、まあ、自分のヨンハーもできたらお店に、ね、ぜひ自分のバイク持ってって見比べてみようかなと思って。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。特攻服、お、これも地獄族ですよ。玉田川総本部、これあれ自分のチャンネルでもですね出てるんですよ。この黒のところが出てるんですけど、年代はちょっと上の方なんですよね、僕が出したやつと。そうですね、はい、はい、上の方の先輩になっちゃうんですけど、これは白でめちゃくちゃかっこいいですね。はい、これちょっと前もちょっと見ようよ。めちゃくちゃ渋いじゃないですか。年季入ってる。地獄族ですから。この方は第24期総会長の北欧区ですね。ここが書いてあって、かっこいいですね。菅田一家、下川一家なんですね。そうですね、はい、我ら喧嘩場と暴力集団なりですから。はい、この二俣川の地獄族はこれ 夜に花咲く男たちってこうキャッチフレーズですよね。そうですね、はい、はい、かっこいい。死んで極楽行き地獄とか、死んで極楽、はい、そうです、有名な、はい、俺たち天下の地獄族です、ね、そうですね、はい、勉強させていただいたんで。ありがとうございます。はい、これはもう白のロングで、こっちはKMD さんの、代表の方が当時着てた特攻服になってます。これも渋いっすよ。これは俗にショートですね。下川一家、ね、年中も見ましょうか。見てください、めちゃくちゃ年季がいい意味で年季が入ってますね。渋いね。この TMD さんはほらこれ見てください。これ横浜の戸塚でこう、はい、 TikTok もやってる旧車のやってますんで、もうぜひねチェックしてください。はい、はい、じゃちょっとまたいろんなとこちょっとバイク見に行きましょうか。はい、はい、それありがとうございました。ありがとうございます。